今度はサソリ型かよ。ホランダメ、どんなコネだよ。アクティベイティングコンバットモード。これこれ、逃がしたよ。好きにやらせる、僕の手だ。ホランダはあっちだよな。いい加減まずいぞこりゃ。そこまで。さあどうだろう。おい、バカな。やられた。任務失敗、査定大幅マイナスだな。セフィロス、100年ぶりか。あとはタークスに任せておけ。モデオヘイムへ行く途中だったが、お前がここにいると聞いてな。嬉しいな。再び事態は動き出したようだ。世界各地にジェネシスコピーが現れている。なんでだ。
ジェネシスコピーは一掃したはず。ジェネシスは本当に死んだのか。あ、ミッドガルにもコピーどもが来ている。そうか。スラムにもな。俺が許可する。帰れ。おう。じゃあな。また。モデオヘイムがどうかしたのか。ホランダーが使っていた装置が強奪された。ジェネシスだろうな。またすぐに会えるさ。絶対だぞ。君よ、恋願え、命育む女神の贈り物。いざ語り継がん、君の犠牲、世界の終わり。人知れず水面を渡る風のごとく、緩やかに、確かに。今何かいた気がしたけど。気のせいか。こりゃどうも。守ってくれたのかな。そうみたいだな。劣化か。かわいそう。アンジールもどこかにいるのか。お前、何しに来たんだよ。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。うん。でもさ。大丈夫。分かってんだろうな。そこでじっとしてろよ。あとは、俺が何とかする。
ねえ、花売りワゴン作ろうよ。ほら、ザックス、こっちこっち。ああ、なあエアリス、ワゴンができたら上の町でも売るんだろう。うん、まだちょっと怖いから、まずはスラムをお花でいっぱいに。何言ってんだよ、上に行くときは俺が一緒だ、心配すんなって。ザックス、ありがとう。よし、そうと決まればさっさとワゴン作っちまおう。俺、材料を集めてくれよ。エアリスはここで待ってろ。うん。他にもいたのか。んじゃ、さっさとかかってこいよ。アクティベイティングコンバットモード。はっ！どりゃ！はっ！それ！狙うぜ！逃がすかよ！コンフリクトリゾルブ。こいつらは新型の自走式兵器だ。モンスターを感知して攻撃する対ジェネシスコピー兵器として兵器開発部門がミッドガルに配備したものだ。ミッドガル内のコピーたちはこの新型がほぼ排除した。すげえな。ってなんで俺も襲われるんだよ。こいつらモンスターとソルジャーの区別もつかないのか。今のところはな。気に入らねえな。そのうち改良されるさ。ついでにツォン、あんたも気に入らない。エアリスを監視してたんだろ。まただんまりかよ。タークスにはタークスの仕事がある。お前がエアリスと遊びたいなら別に止めはしないさ。遊んでないっての。俺だってソルジャーとしてエアリスを守るために。兄ちゃん、花売りワゴンを作るんだってね。すんごいの作ってエアリスをびっくりさせようよ。いやいや、これはだな、エアリスを守るために。おい、ちょん、今のところ足りない材料は工具、木材、車輪、参考書。まずはワゴンを作る工具か。ここら辺に落ちてるんじゃないかな。この辺りには役立つものが捨てられていたりするんだよね。
何か落ちてる。ボロボロのカメラだな。これじゃあ使い物にならないよな。ん？名前があるぞ。 TSENG なんて読むんだ。お、なに？なんで兵士のメットがこんなところに。まさかこの土の中には。さすがスラム。バノーラホワイトジュースか。これは珍しいものを見つけたな。お、まだ中身入ってるな。うげえ、腐ってる。てか当然だろ。聞いた話によると、昔絵に描いたようなミッドガルドリームがあったらしいの。それはウェイトレスとプレジデントシンラの恋物語よ。ああ、憧れるわ。そんなドラマティックな展開。でもその恋の終わりは惨めなものだったらしいわよ。気まぐれなプレジデントが彼女を捨てたの。はあ、チャンスがあっても現実ってそんなものかしらね。プレジデントシンラに捨てられた女性は数年前に亡くなったそうよ。詳しい話を聞きたかったのに、残念でしょうがないわ。でもその女性には息子がいたらしいわ。父親はもちろん。息子は行方不明らしいけど、きっとシンラを憎んでいるでしょうね。聞いた話によると、それは、この出口から列車ショッピング。
4人目のスパイの情報です。今回のスパイは男ではなく女性に変装している可能性があります。金に目がない性格だと聞いています。がそれだけの情報ではどうにも。君たちソルジャーはなぜ命を懸けて戦おうとする？私が君の立場だったら、シンラのために戦うことを。そりゃ会社の都合に振り回されて嫌になることもあるけど。セトラの民、この言葉を聞いたことはあるか？セトラ？いや、初耳。セトラのため、約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。約束の地というのは、魔法エネルギーに満ち溢れた豊かな土地だと言われている。約束の地があれば、魔法炉がなくてもエネルギーが使い放題になるというわけだ。セトラ、この夢のような約束の地の場所を知っていると考えられている。なんだそれ、おとぎ話か何かが？莫大な資金を投資して、科学部門はそのおとぎ話を研究してきたんだ。人道に背く犠牲を払うこともやむなしとしてな。全然見えないんだけど、あんた何の話をしてるんだ？私が言いたいのは一つ。シンラは滅ぶべき存在なんだ。ここにいたんですね。身柄を拘束させてもらいます。なんだなんだ。彼は北条博士の研究施設から実験モンスターを放っていた。そのモンスターでミッドガルを襲撃するために。はあ？過去科学部門が続けてきた研究は神をも冒涜するようなものばかりだ。償うべき時が来た。それだけのことだ。意味わかんねえよ。償いのためにミッドガルが滅びるのか？我々は最後のセトラ、イファルナ王も犠牲にしたのだ。その代償と思えばミッドガルの一つや二つ、安いものさ。彼は北条博士に次ぐ科学部門の実力者だった。古くから科学部門に在籍する高名な科学者だったのに、なぜ？これはハーディ・デイトナですわ。兵器部門が開発した V 型 DOH エンジンを搭載した最新鋭のバイクです。怪物的な馬力を誇りますが、出力の高さゆえ一般人が乗りこなすのは不可能です。乗り手を選ぶモンスターマシンと言えますわね。おお、タフなバイクですね。これを乗りこなすために僕も下半身を鍛えているんです。ラザード統括がホランダーに資金提供していたなんて、
ソルジャーの給料がタークスに負けている理由はそこにあったわけですね。調査した結果、ラザード統括の素性は全てデタラメでした。ラザード統括の評判は決して悪くなかったのに、人間何を考えているか分かりませんよね。今までずっと思ってきたことなんですけど、ラザード統括って誰かと似てるんですよね。ラザード統括失踪事件の真相調査の一環でここの捜査を行っています。用がないようでしたら立ち去ってください。やっぱり僕じゃダメみたいですね。どうしたんだい？ザックスさんにいろいろ教えてもらっても結局僕は失敗してばっかりです。やっぱりソルジャーとしての才能がないんですね。おいおい、この間までの強気はどこに行ったんだよ。もうソルジャー辞めて実家に帰ります。ソルジャーを辞めるそうだな。はい、ご迷惑かけました。ソルジャーにとって何が一番大切か分かったか？結局分かりませんでした。でも今日まで頑張れた理由は分かります。いつかザックスさんのような立派なソルジャーになりたい、そう夢見てたから頑張れた気がします。俺も新米の頃先輩に言われたものだ。夢を持てとな。夢を？先輩もザックスのように俺の任務を手伝ってくれたものさ。ちょっと待ってくれ、その先輩って？ソルジャーにとって一番大切なこと、それは夢を持つことだと先輩に教わったよ。夢を持つことか。夢を持つことか。ザックスさんみたいなソルジャーになるためにもう少し頑張ってみることにします。そのためにはまずスクワット1000回突破を目指します。僕の夢は神羅カンパニーマテリア部門を新しく設立することなんだ。まだまだ夢物語だけど、いつか実現する日が来るよう努力を続けるよ。今日はザックス君の体力測定、君の身体能力を体力。この方はミッドガル発展のために壮大な夢を追いかけているの。私の上司すごいでしょ。でも本当は
りがちな危ない男よ。この方は私。あら、ザックスさん、最近あなたのファンクラブが設立されましたの。おお、ついに俺のファンクラブか。俺もファーストらしくなってきたね。あんたはファンクラブの会員なのか？違いますわ。あ、そう。ファンクラブ会長ですの。ザックスさんは期待の出世頭ですからね。これからもザックスさんのご活躍を応援しておりますわ。応援ありがとね。目指せ神羅カンパニー取締役ですね。そうだ、ザックスさんもファンクラブ会員に入れちゃいましょう。メールを送りますね。こんにちは。何かお困りのこ。私たちファンクラブはジェネシス様の実家から活動資金を提供されていたの。でも突然連絡が途絶えてしまって、資金調達がままならなくなっているの。もう活動を続けていくことはできないわ。ごめん。ファンクラブなんてどこにあるっていうの。私たちが一番の金持ちファンクラブだったんだから。なのに今となってはファンクラブの資産は大量に売れ残ったバノーラリンゴジュエリーだけ。金持ちファン…母ちゃんがいなくなっちゃったんだ。旅に出るって置き手紙があってさ、どこ行っちゃったんだよ母ちゃん。この間プレミアムファンクラブの会員募集があったみたいなの。全然気づかなかったわ。さすがは幻とまで言われたファンクラブ。そう簡単には入会できないよね。でも苦労を乗り越える価値があるファンクラブよね。ソルジャーか。早くあっちに行かないかしら。何よソルジャー。くそ、バレたか。こちらザックス、ウータイのスパイを発見。待て。さすがザックスさんですね。
確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。5人目のスパイの情報です。情報によるとウータイ出身ではありません。別の理由でシンラに恨みを持っていると推測されます。宇宙開発部門との関わりがあった可能性があるらしいですが。シドがいよいよ搭乗訓練を始めたらしいが、その訓練、本当なら私が、シンラは私から宇宙の夢を奪った。私がシンラを恨んでるだって？ああそうさ、それがどうした？くそ、バレたか。こちらザックス、ウータイのスパイを発見。おい止まれ。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。6人目のスパイの情報です。今回のスパイはウータイ戦争で活躍したソルジャーに恨みを抱いています。おそらくザックスさん、あなたのことを指しているのでしょう。今分かっている情報はそれだけです。シンラの情報網に引っかからないとはスパイのエキスパートかもしれません。6人目のスパイの情報です。今回のスパイはウータイ戦争で活躍したソルジャーに恨みを抱いています。おそらくザックスさん、あなたのことを指しているのでしょう。今分かっている情報はそれだけです。シンラの情報網に引っかからないとはスパイのエキスパートかもしれません。例の襲撃事件以降、シンラビルの警備も厳重になっています。不審者を見つけたら私までご連絡を。ここは8番街、噴水台駅から。ここは8ラブル。俺の愛車持ち。これからはラブレス勉強班が公式ジェネシスファンクラブとなるのです。公式ジェネシスファンに睨まれ勧誘活動すらままならなかった。そんな時代も過去のものとなります。あっちのファンクラブ金がなくて困っているみたいだぞ。知りません。私たちがお金に困っていた時もあっちの連中は知らんぷりだったのです。今あっちと合併したらリンゴのジュエリーくれるって。たくさんあるってよ。リンゴのジュエリー？わかりました。そこまで言うなら交渉のテーブルにはついてあげましょう。誤解しないでください。物に釣られたわけじゃありませんよ。あなたの情熱に心打たれたのです。勉強班が合併の話を提案してくれたの。
この話がうまくいけばジェネシス様のファンクラブを継続していけるわ。あなたが話をつけてくれたそうね。ありがとう。あなたをファンクラブの特別会員に推薦しておくわ。子供が探していたぞ。止めないでちょうだい。何言ってるんだよ。子供はどうすんだよ。アンジールがここにいたらなんて言うと思う。